Guilty Gear はい、A 番台の方では試合始まっていきます。で、今 C 番台の方は設定が変わります。変わってのじらになりますので、設定変わり次第、皆さんどんどんプレイしてください。ちょっとね、はい、はい、A 番台、ノブソル、フィノベノム、フモエフと対するは弟いのマロシポチョムキン、照明チーム。出てきたのは、フモヘルト、対するは、照明。スライディング、マイピー、立ち合いで追い返す。この鉄砲強いぞ。パインを投げて、ガリガリ固めてくる。だから照明、ガードしきった。いるか、ジャンハイ。ジャイアンツ引っ掛けて、このジャイアンツが強いがバースト、シューティングモードに移行するがスライディング、立ち合い下エースかぶせでバースト、バン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 、ドドメザキも出していろんな飛び道具出てるが、クモフェルト、ここは逃げ切った。2機3機を差し込んで下エースが強い、ファイン、エンス、的確に固めて、ここでショットガンヒットするが、連続ヒットにならず、通常投げ押し込んで、出そう、若干届かず、あー、パインが待ってました、着地に爆破、ナインランド、低空出し、エンス差し込んで、エンスがすごい当たり方した、ユリフルムが長い。グライダル着信差し込んでいく、 3K ロマンダストしっかり見ている。ここで立ち替えて追い返す、前ハイはかわして、牽制合戦、目が位置を入れ替えたいが、ショットガンイルカで流れを寸断していく、前ハイガード、流れが正面に傾き始めたが、ここで対空パインが当たり、画面端一気にラッシュ、ここで崩しまして、ジェイスパイのワーズ、おはようございます、はいはいはい、バスト、これが最後のバスになってしまうか、下 P 差し込んで足払い、なんとか1ラウンド取り返していきたいところだが、ショットガン、これほんとつらいですよね、しょうがない。フモフェルト流れを持ってきそうになりながらも持ち直して正面を止めました。はい、C 番内の方はもうのじ合いになっておりますので、皆さんどんどんプレーをお願いいたします。はい、で時報出てきたのはマロシポチョムキン、デコピンでパイン跳ね返す、何気にこれができるのがポチョムキン強みかもしれませんね。コンボつないでいく、パイン出して一旦迷取る、テイクダッシュ投げまして、で、AS が、フモヘルドが切り返していく、マイハイがバックスで引っかかる、画面端ラッシュ、ここでスライドヘッド、位置を入れ替えたが着信、何が待っていた、エルフェルトも甲高い声が響く、発射で、パイに投げて。ケースから画面端の攻めが止まらないが、ここで通常投げ、じゃあタッチ圏出してバースト、 ICPM で無理やり距離を縮めていく、エクステンド前じゃなくて前系だった、空中投げ、これはいい受け身狩り、
ナインランド。デコピン前ハイ吹っ飛ばしていく。ピオリが怖いぞ。だが冷静に立ち合いで吹っ飛ばしていく。天聖合戦、前ハイがカウンターしてバウンドしちゃうんです。あーハンマー求められて、エルフェルトが本物繋いで画面端ちょっと相対的熱い。さあマオシポチョの金が1本取ってはいるんですが、割と苦し紛れのラウンドでした。その1ラウンドが大きい最終ラウンド。今日はそうですね、あのフジテレビの、取材の方は一緒にあったんですけども、ちょっと今日ね、あの釈迦さんの海外の方が、いないということで、ちょっとだけあの風景撮って終わりました。まあ、気持ちはわかるがな。さあ画面し、そうそうそう、さあ吸収して、これうまいぞ。キース位置も入れ替わる最強。さあ追いかける追いかける、ジャンプエース2敗すらガードバックステップ。さあジャンプ、これジャンプ D がね、パイン爆発させますからね、結構厳しい。ゼロワーズ追いかける、こちらの金が追いかけますが、ボン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 ガーフ、おおうまい、転んじゃった感じでね、いい感じに避けましたが、さあ確定、これはいい判断、素晴らしい。マロシポチョムキンのゲージギリギリ止まりましたね、すごいですね今のね。前系ハンマーホールでジャスト 50%、 素晴らしい判断でした。どうしてもね足払いまで行きたいなっていうところがあったんですけどね、安定ではなくしっかりとさ最大コンボを選択しました。さあ出てくるのはヒーノーベノム。ヒーノさん、なんだっけあれ、妖怪ウォッチのコマさんから今度はフナッシーですね。どん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 なんか流行りが古くなってきます。あーやばい、キンエス直下からガードしてキンエス KS ハイ D から空中射手投げている。2ハイここでバースト、端から逃げ、おおなんか、ああなんというアドリブ儀式、素晴らしい。ハーフファミリーって言っちゃうの最近、頑張った。はい、いきます。はい、帰ってきました。強い。で、ここマロシポジョムジンが勝っているぞ。ダイアンド、マットストラグル、テイクダッシュ、コンボを決めて投げまして、アーマホールロマン投げまして、スライドヘッド、ツーちゃん空中投げ、いやダメだ負けた、疲れてて片言になってる。で金 S 直下して3打全直下するも、次のベノムは安全に立ち回っている。チャーが2敗、ここでキャンからの攻め、テイクダッシュ、9ハイブ、弾いて弾いて、
シューティングモード、ジャンディをなんとガードするもマットストラグルの傷が待っていた。最終ラウンド先手を取ったのはフィーノベノム。バーストマットストラグル降りてきて、ジャンディジャンハイジャンディループコンボ決めてシューティングゲーダンが通ってプッシュアウトだ。キャノンだとコンボ決めていく前、はい、ブインブインボール出してスライドヘッド差し込んで、なんとかここから逆転したい。空中投げ、おおでスティンガーを差し込んでフィーノベノムが勝利。我々の組織には高い技術が、ああジャンさんの恨み全部受けてきましたブラジル送りされたそういうサムズアップする予定が中指立っちゃうんだよな。あらあらあれ、うん、じゃあ B バンダイ FAB さんのチーム連戦で、アクローマさんのチーム B バンダイでお願いします。さて弟イノ対フィーノベノムとなっております。さあ弟さんのね連携もかなり独特なものがあります。消毒関連はね注目して見ていきたいところです。さあバースト SID、 はーい、アクローマさんのチーム B バンダイで試合です。勝てば決勝進出、頑張っていい。誰がいない、小彦さん、試合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 、さあマロシさんが一言、仕事しろホラーとシューメイトに心温まるエピソードがまた一つさあ金エス仕掛けて K S 入りが Q5、 いやしかし攻めが終わりません。厳しい潜ったが相打ち、金融3段目、これは状況改善せず、これバースト残り体力ドット状態、ヒールキャンセルもありますからかなり安全に攻められるでしょう。 Q5 見せて、 Q5 黄色キャンセルしてもボールは、ね、引き寄せられるんですね。勝ったのは B のメダム。さあ大将出てくるのは、大将じゃない、もう終わり、ああなるほど、勝ちましたのは